久保さん、今回、動くの、動くにしましょうか。行動の、動く、動く。なんか、稽古行ってくるみたいですけど、はい、稽古に行くという行動しないと、稽古できないですね。<laughs> まあ、何事もね、考えることも大事なんだけど、動くことも大事で、動くことも大事だけど、考えることも大事で、思うことも大事で、思っても動かなかったら、思いはも実らないし、ただ全部繋がってるというか、 まあ、あの、久保さんが昔、点と点で面になって、面をなんちゃらみたいな話がありましたけど、ま、すべてをつなげられるようにするためには、一つの、まあ、センターピンがあるとするならば、動くっていうことですね。動かなければ何も始まらないっていう。ただ、動くっていうセンターピンがあるんだけど、そこに付随する、例えば、木が、センターピン、動く木が大きく生えます。だけど、枝もない、葉っぱもない、木だけ、えー、幹だけがある。で、そうなると、 まあ、あの、ブドウとか桃とか、リンゴとか、避けないんですよね。だすべて葉っぱも必要だし、まあ、太い幹、根っこも必要な、見えない根っこも必要なんだけども、全部が必要要素ですよ、みたいな話ですよね。だけど多くの人は、どうすれば、あの、リンゴを食えるんですか、みたいな。ね。どうすれば最短でリンゴを食えるんですか、みたいな。そう。リンゴを食うためにはね、いろいろ必要なんですよ。そう。いってらっしゃい。